身体に過剰に執着することについての質問。例えば現代ではいろいろな健康法や美容整形とかが宣伝されていますが、控えの輪ではそれを全て否定するのですか。試験ではそれらの中には行き詰まった資本主義を回していくために行われているものも多いと思います。そうですね、まあ結局皆さんはたくさんのメディアを通した宣伝によって、こういうふうになりましょう、ああいうふうになりましょうという刺激、これを受けてますね。その刺激に操られるがごとく、自分の時間、お金、エネルギーを自分の体、これをよりよく表面的に見せるために注いでいる。これが幸せか幸せでないか、まあでも乗り遅れちゃならない。より美しく見られることが、より好かれることで、より幸福になることだって皆さん思ってますもんね。それは確かもしれません。これは多分競争主義なんだと思います。より美しくあることが、そしてよりお金を持っていることが、よりこう学力ないしは財力、そういうことを得ていることが自分が幸福になる、そういった道なんだね。でもこれだと決して全ての人は幸福にはなりません。勝って幸福、負けて不幸ということです。実際に自分の体をよく見せることで、それ自体で満足することができればいいんですが、その背景には他の同性、女性だったら他の女性、男性だったら他の男性と比較してかっこよく見れなければということですよね。そしてそう、それを進めている商業主義の会社はそのように煽る。まあ結局他の人よりもあなたが一歩抜け出して美しく見えるようにね、そういうふうに言うわけです。でもそういうふうに言っちゃうと、なかなかまた引っかかる部分もあるから、あなたはあなたらしく、あなたらしさをっていうような感じで微妙にうまい言葉を使ってね、それも心理学者の本には書いてありますが、競争を誘って大衆を同一の方向に向かわせようと、そういった産業はしてるわけですよ。でもそれをむき出しにすると受けが悪いから、これからはあなたらしさを強調してとか言うわけでしょ。かっこよくやるわけですね。自分はこれが際限のない欲望の追求だと思うとやりにくいから、そこで、でしかもね、あんまり比較を出すとどんなにお化粧してもエステ行っても勝てないかもしれないと思うから、そこのところから柔らかく包んで、あなたらしさ、あなたらしい、あなたらしい美しさとかなんとかかんとか言っちゃって、言葉は巧みに、それも全部心理学ですね、操られているかもしれません。まあこれは続くと思うんです。でこれは結局自分と他人を比較して、自分が勝ちたい、自分こそが愛されたいっていう欲求が強い限りは、つまり三次元立体映画の中の私と言われる登場人物ばかりにこだわった狭苦しい生き方、これをしている限りは無理だと思います。自分の努力で自分の体を美しくして、で自分が他人よりもよく見られて幸福になるという考え方です。映画の観客だということに目覚めた人は映画全体を楽しみます。私と呼ばれる人がほどほどで、彼女と呼ばれる人が私よりも美しかったとしても、映画全体がその人のものです。他人の美しさも自分のもの、自分の見ている、見ることができる映画の中で美しい人がいて、で他にも美しい人がいて、その人全部の美しさが皆さんが楽しめる映画の一部、皆さんはその映画を自由に見ることができ、その映画全体は皆さんのものです。逆に言うと映画のいかなる部分も皆さんのものではないが、逆に言うと映画のすべてのものを皆さんが見ることができるという意味で皆さんのものです。まあ簡単に言うと、そう、自分よりも恵まれている財力、体力、容姿、それから学力で優れた人がいたとしても、それを自分のこととして喜べばいいじゃないかという古き良き心理ですが、そういった感覚に本当になれる、世界のすべては自分の宝、そして一番素晴らしいのは老い、闇、死んでいくからじゃなくて宇宙全体でしょうですね。まあ仏教の教えによっては、どんなに美しく見せかけても美人もブスも死んだら、また老い闇死ねばみんな醜くなるし腐っていってしまう、腐っていくから仮装しなきゃいけないんですね。そんな風に考えて些細なことを気にするなと。本当に重要なのは、どんな人の美も、どんな人もお金も、どんな人の名誉も自分のことのように喜べる、それを自分のものと区別ない広大な心、これが最高のものじゃないか。
宇宙は非常に広く素晴らしいものがたくさんあり、それが全部自分がそれと比較すると自分がみすぼらしく感じられ、コンプレックスの原因になるものとするんではなくて、それを全て自分の宝と思う意識の改革こそが今の行き詰まりを突破する方法じゃないか。50年前と比べて幸福ではないという人が増えてしまった、50年前と比べて幸福だという人が減ってしまった、これは何か、競争が激化しているからかもしれませんね。まあ、そんな視点から考えてもらったらいいのかなと思います。